サレカットイスラムは20世紀初頭オランダ領東、インドで結成されたイスラーム系大衆団体である。日本語ではイスラム同盟と訳される例も多い。略称は SI。当初は過人系商人に対抗するムスリムの商人組織として結成されたが、組織の拡大とともに植民地支配に抵抗する、急進的な民族主義団体としての性格を強め。 1910年代から1920年代初頭にかけて当時としては空前の規模の動員力を誇った。1923年にはサレカットイスラム党、さらに1929年にインドネシアサレカットイスラム党と改名した。1973年スハルト大制下において他のイスラーム系諸政党と共に開発統一党に統合された。サレカットイスラムの前身は バタビアと西ジャワのバイテンゾルフで、それぞれ1九0 9年と1九1 0年に、結成されたサレカットダガンイスラム、イスラム商業同盟、サリコットダガーングイスラーム、イカイスアイである。この団体を結成したのは、ジャワ貴族出身のジャーナリスト、ティルトアディスリオ、略歴一であり、彼の目的は、同じムスリムである、アラブ人商人と、原住民商人が手を結び、当時の東、 インドで活発な経済活動を行っていた歌人継承人に対抗することだった。こうした動きにソロのオーテバティック業者、ハジ・サマンフディ、略歴にも刺激を受けた。1911年、ティルト・アディスルヨの協力を得て、サマンフディはソロで同様の組織を結成した。サレカット・イスラムの名称は、その時の組織要項で初めて使用され、以後、各地で結成される、 同様の組織にも定着していったようである。1912年9月10日、サマンフリはソロ SI の議長の座を退き、SI スラバヤ支部の直ロアミノト、略歴3がその座についた。雄弁をもって知られた直ロアミノトの指導のもとで、SI は、ジャワ島各地で支部を設立、急速に組織を拡大していった。スラバヤ、スマラン、バンドン、バタビアで、機関紙を発行し、 1913年1月、スラバヤで初めて大規模に開催された、プロパガンダ集会には、数万人の参加者を集めた。1912年4月には4500人だった、会員数が、1913年4月には15万人に、さらに1914年頃には、ジャワ島外にも組織は拡大し、1914年4月の会員数は37万人に達した。 その一方で、発足期から過人に対する共同宣誓を張ってきたアラブ人との関係では、同月ソロで開催された大会で、非現住民を排除すると決議されたことで、アラブ人は SI から排除されることになった。1910年代前半に SI が急速に組織を拡大させた最大の要因は、組織の中体としてイスラームを全面に押し出したことであった。 東、インドにおけるムスリム人口は全体の9割前後であり、その潜在的な動員力は既存の各種団体の、それを上回るものだった。そして組織の拡大とともに、その主導権は SDI における商人たちから貴族階級出身でオランダ語教育を受けた知識人層へと移っていった。設立当初の SI は植民地政府と良好な関係を保とうとしており、 オランダ支配下での現地住民の福祉向上を図り、現地住民の声を代弁する議会の開設を政治的要求の一つに掲げていた。また、植民地政府の側も当初は SI の活動を容認していた。1912年11月、SI が植民地政府に合法団体としての承認を要請すると、1913年6月30日、植民地政府は SI の地方支部を個別に承認するという方針を打ち出した。そして最終的には1916年植民地政府は中央 SI を正式に承認したのである。勢力を拡大しつつあった SI だがその実態は地方 SI 支部の寄り合い状態に過ぎなかった。中央 SI から地方支部への統制は必ずしも及んでおらず、地方では 中央 SI の規約からの逸脱が見られた。オランダ人共産主義者、ヘンドリクス・ヨセフ・フランシス・スネーフリート。愛称、ヘンク、東、インドに共産主義運動を持ち込み、スマウン、ダルソノラ、原住民活動からを育てた。その中でも、労働組合運動で頭角を表した、青年活動家、スマウン、略歴4によって牽引される SI スマラン支部は、 急進的だった。当時のスマランは新興工業都市であり、各種組織による労働組合運動が盛んだった。このスマランでは、1914年5月、東インド在住のオランダ人、大ン根ツ寺らによって、東インド社会民主主義同盟が結成され、その議長には、政党工場従業員組合議長で、ストライキ王の異名を持つ、スルヨプラノと、 略歴7が選出されるものと期待されたが、スマウンの策略で阻止され、国中にある国鉄従業員組合議長ソスロカルドノが選出された。スマウンはその議長代理、サリムは初期に就任した。この組織をめぐって、SI スマラン支部と VSTP を主導するスマウン、ラノ、スマラン派と SI ジョグジャカルタ支部と PFB を主導する、スルヨプラノと、 アグスサリームのジョグジャカルタ派は互いにストライキの成果を競い連合参加の組合の奪い合いを演じた。こうした両派の主導権争いの中で直路ミノとの指導力は低下した。さらにこの両派の間には労働組合における主導権争いよりも根本的な妥協不可能な対立点があった。両派は反植民地、反帝国主義という点では共闘し得たが、 民族の解放と階級の解放のどちらを優先課題とすべきか、国家権力の主体はどの階級であるべきかという点で妥協の余地はなかった。サリムラ・ジョグ・ジャカルタ派がスマラン派の背後にあるコミンテルンの影を嫌をすれば、スマウンラ・スマラン派はサリムの反イスラーム主義を批判した。労働組合運動を通して賃金上昇などの成果を得ることに成功し、勢いを増しつつあった。 スラマン派に対して危機感を抱いたサリムラジョグジャカルタ派は会員に二重投席を認めてきたことが敗因であるとして1921年3月の SI 第5回大会でこの問題を取り上げたこの時は統一をもんじる直路網のとの反対があって二重投席問題は棚上げとなったしかし同年6月スマウンが労働者運動連合から14労組を引き抜いて 合体させ、イスデブの直接指導下に置いたことから、スマラン派とジョグジャカルタ派の対立は最高潮に達した。同年10月、直路網の都が検挙されている間に開かれた第6回大会では、両者の激しい論戦が繰り広げられ、サリムが主張する多重投石禁止案が採択された。これにより、SI とイスデブの二重在籍は否定され、スマウンライスデブ在籍者は SI から大量に、 脱退した、インドネシア共産党の党大会、イスデブの後ろ身として先、ローマ字とアラビア文字では、インドネシア、中国語ではまだ、インドと表記されている。1923年2月、SI は、イスデブによる支部の侵食に対抗するため、組織を、サレカットイスラム党、パータイサリコットイスラームに改編し、党としての体裁を整えることになった。また、 急進的な路線を取ることで大衆の支持を獲得しようと試み、1924年8月の党大会では植民地政府、植民地議会への非協力路線を採択したが、政府との対決は避け、反イスラーム主義に訴えて、統勢の維持、拡大を図ろうとした。SI 党は既存のイスラム系社会団体と共闘する方針を打ち出したが、イスラム保守派との共闘には失敗。 改革派のムハマディアとアハマディアに接近した。しかし、この二団体はライバル関係にあり、チョクロアミノトが後者に接近しすぎたことで、1928年、ムハマディアは SI 党と他を分かった。その結果、同党は東、インドにおけるムスリムを代表する勢力としての役割も果たせなくなった。1927年1月にはコミンテルンと関係のあった、 植民地抑圧反対連盟という組織に接近し、反植民地政府に向かう兆しも見せたが、植民地政府による弾圧を受けると、同年9月10月の党大会では、穏健なままの非協力路線に戻ることを余儀なくされた。1929年、インドネシアサルカットイスラム党、パータイサリコットイスラームインドネシアへと改名し、 統制の回復を図ろうとしたが、1930年には、党員数19000人の小政党へと転落した。逮捕された、スカルノラインドネシア国民党幹部、裁判にて、その頃、民族主義運動を主導していたのは、1927年にスカルノラによって結成された、インドネシア国民党であった。インドネシアの独立を掲げて、 植民地政府との対決姿勢をアピールしたプニーは、主にジャワの都市部を中心に支持を広げたが、1929年末にスカルノラ党幹部が逮捕されると、プニーは1931年に解散した。植民地政府が民族主義運動に対して強行路線を敷き、民族主義運動をめぐる環境が厳しさを増していく中で、1934年12月に、 直路アミノトが死去し、スブ自身も運動のあり方について植民地政府への非協力路線を継続するか、それとも協調路線に転じるかという深刻な内部対立を抱えていた。当時のスブで主流派を形成していたのは非協力路線継続を主張する勢力であった。これに対してアグスサリムは政府の弾圧が厳しさを増していく中で非協力路線に固執することが 党活動の制約となり、党が大衆から有利する結果を招くことになるとして、1935年3月、党指導部に対して、非協力路線の撤回を求めた。これに、モハマドルム、略歴8も同調したが、1937年、主流派は、サリム、ルムラ29人を追放し、すぐは、非協調路線を継続していくことになった。しかし、最終的には、 1939年5月、東、インドを取り巻く、国際環境が、風運休を告げる中ですぶも、協力路線を取ることを余儀なくされ、協力路線を取る、諸組織による、統一戦線、ガピガピに合流した。ガピは反ファシズムという点でオランダと連携し、自治権と完全な議会を要求したが、植民地政府はこれらの要求を拒んだ。戦前の民族主義運動は、 ここに至って、オランダとの協調によっては、展望が開かれないことを思い知らされた。また、1940年5月、スブは活動禁止処分となった。1942年、オランダ領東、インドが日本の占領下に置かれると、スブは再結成されたが、同年5月、軍政当局によって解散させられた。軍政当局は既存のイスラム系団体のうち、 ナフダトゥルーラマーやムハマディアといった非政治的団体のみを徴用し、東インドのムスリムを軍政に利用するため、これらの非政治的ムスリムを集合して、マシュミを結成した独立戦争期のスカルノとハジ・アグス・サリム。この時、スカルノは初代大統領、アグス・サリムは外務大臣。日本の敗戦によって、東、インドにおける日本軍政が終了し、 1945年8月17日、インドネシアが独立を宣言すると、オランダとの間で独立戦争が始まった。その戦争期間中の1947年に、スブは再結成され、インドネシア社会党主犯のアミル・シャリフディン内閣を支持した。また、独立宣言後に再組織されたマシュミにも参加した。この時のスブ指導者は、アンワル・チョクロアミノトと、 ハルソのチョクロアミノとそしてアルジカルタウィナタラであった。インドネシアがオランダからの独立を達成した後、インドネシアでは1950年憲法下での議会制民主主義が導入された。1955年の第一回総選挙でスブは8議席を獲得。その後、スカルノの指導される民主主義大正期9月30日事件を経て、 スハルト政権下での1971年選挙では10議席を獲得した。この選挙自体は政権与党ゴルカルの圧勝で終わり、その後、1973年1月に政党ゴルカル法が定められ、既存の政党はイスラーム系の開発統一党か、ヒースラーム系のインドネシア民主党のいずれかに統合されることになり、すぐは全社に統合された。 ありがとうございます。